オリックスが4対2で勝っています。プリアムの1号ツーランホームランが出ています。勝ちが小林で1勝、西武鈴木平につきまして1つ、黒木が1敗ということになっています。今日のオリックス一郎ですが3打数ノーヒット1つのフォアボールという結果です。それから横浜スタジアムは延長12回4対3でこちらはヤクルトが連勝をしています。最後はスミスが決めたということになりましたが、池山にそれから新外国人選手にも、まあ、非常にいい活躍が出まして若松ヤクルトは2連勝、はい、一方、ね、はい、いいスタート切りましたよ ね、 ですね、横浜相手ですからね。そうなんですよね、チャンピオンチームですから。去年日本一の横浜は連敗スタートという船出になりました。その1勝という意味では初采配なんとか上げたいという立川監督ですけれども、また今日も苦しい試合にはなってますね。そうですね、まあ、なかなか流れがね、こう広島は作れないんですけども、はい、この回でしょうね。そうでしょうね、やっぱり一つその抵抗できる回はね、はい、1番の尾形から始まっています。ただそのこの回で逆に言うと何とかしないと、そろそろ落合孫の姿がチラ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 し始めるという、うん、そうですね、はい、ただ中日はこの野口のこういうペースが続く限りは、はい、その楽なね、やっぱり投手起用法もできるわけですから、そんなに無理させてね、はい、落ちてセンター前ヒットです。はい、尾形が先頭バッターヒットで出ました。カープが先頭バッターを出しますのは3回に続いて2回目です。今日もヒットを飛ばしました尾形、クリーンヒットでしたね。そうですね、やっぱり打たれてるボールというのはみんなやっぱりこういいゾーンと言いますかね、はい、高めに来るボールですよね。ただ長打にならなくてよかったな、シングルヒットでよかったなっていうところですけどもね。この野口に対して山田投手コーチはここまでいい感じで投げていると、ストレートにも変化をつけているしコントロールもいいねというような評価を出して、持ち味を出しているねというこんなコメントです。5回にね、ちょっと球数が多かったんですよね、はい、その疲れがなければいいんですけども、やっぱり終始その安定してますよね。そうですね、コントロールがまずいいってことですね、はい、5回終わってここまで107球ですか。この球数はいかがですか、だから、まあ、107球の中の 5回目 の、 その下位打線町田からの4人にはね、結構球数ファールもあったりして30球投げてるんですね、球数多かったですね、はい、あの回はちょっと多かったんですよ。そうした疲れがね、やっぱり先発ピッチャーの疲れがこの6回7回ぐらいが一番来るわけですから。セーフティーバントを見せました野村。野村はアウトになりますが、形としては送りバントになりました。ワンアウトセカンドです。そして前田へと金本と怖いところへと続いていきます。まあ、広島もこの上位打線で得点が入らないとちょっときついですよね、今年の、はい、この5人がね、こうずらざっと並んでていいですね、いい打線だなと思いますもんね、はい、やはり迫力がありますよね、はい、前田の3打席目当たり損ないの内野安打を一つ拾っています。第2打席はファーストゴロ、第3打席です。ランナーはセカンド、ワンアウト、得点圏にランナーを進めるのが3回目、ただこっから先ランナーが進んでないんですね、まだね。だからまあ得点圏ね、確実にやっぱりものにしていいかどうかなんですよね。そうたくさんチャンスが来ないんでね、そこへどう集中していくかということになりますね。2対0、点を返したいカープ、外でストライク。セカンドランナーが尾形です。まあ、野口のいいところはね、やっぱり連打をされない、はい、傷口を広げないということですね。ただここは怖い打線が続きます。野口対前田といいますと、去年0対0で進行していました9回の表、ちょうど野口の100球目だったんですがホームランされまして、そのホームラン1点だけで1対0で試合の肩がついてしまったということがありました。これが確か4月だったと記憶していますが、
まあ、とにかく広島はですね、はい、ペナントレース開幕は非常にダッシュがいいチームですから、はい、まあ、これ毎年そういう傾向があるんですけどね、高い2エンド1まあ、力のあるバッターがこの上位5人がいますからね、はい、そうですね、そこで何とかしたいでしょうね。ランナーセカンドチャンスを迎えています。ファウル、去年の名古屋ドームの4月の、やはりこの名古屋ドームでの最初のカープとの対戦の2戦目でしたけど、ここで前田はこの野口からホームランを打って、その1本だけで試合を決めたということがありました。4月の25日の5回戦でした。まあ、そういう意味では嫌なイメージもちょっとはあるこの野口対前田です。ワンアウトランナーセカンド、ただしかし今日の野口はもうここまで盤石の体勢で来ています。2エンド1、これも打った、高く上がった、やや詰まっているか、ライトの井上が追いかけていきます。セカンドランナータッチアップの構え、ボールは中継のセカンド立浪に送られました。2アウトランナー半塁になっています。2アウトでランナーが3塁になりました。ややこれも詰まりました。前田への攻めをちょっとご覧いただきましょう。初球はストライク見送りました。強い攻めから入りましたよね。そうですね、やっぱり力を入れてますよね、はい、同じまっすぐでもスピードをこう力を入れて出してますね。これが山田コーチの言うところのストレートの強弱ですね。腕をよく振ってるなという印象ですからね。なるほど。そしてこの当たりですが、当たり自体もちょっと上がりすぎたかなという感じですけど、まあ、詰まってますね、はい、だから芯よりもちょっとこう根元に根っこの方ですね、近いところで球威が勝ったというところじゃないですか。2アウトになりました。前田を打ち取りました。ただランナーは3塁に進んでいます。なかなかホームベースが遠いカープです。今日はね、この江藤に対する攻めがいいんですよね、はあはあ、だ特にスライダーの切れ込みが具合がですね、右バッターの膝元、一番膝の低いところ、ね、厳しいところに来てるんですよ。あれに江藤がちょっと手を焼いてますかね。これは強い当たりになりました。サードゴロ、一塁へ、ちょっと送球それたが、セーフ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 になりました。三塁ランナーホームイン、1点が入りました。2対1、十分なヒットではもちろんありませんでした。まあ、今ねランニングスローしてるんですけど、はい、ちょっとスローイングがね、まあ、右側といいますかね、外野側にそれましたよね、はい、だから山崎いっぱいいっぱいに伸ばしてるんですけども、ちょっとベースに離れましたかね。ゴメスがすまんという表情です。完全にこれも先ほどのから一緒のような形でね、泳がされた感じになりました。わずかに足が離れたんですね。野口としてはこれ勝負には勝ったという形でしたけどね。そうですね、まあ、完全にその打ち取ったっていう感じだったんですけども、はいはい、送球がそれました。わずかに足が離れました。記録の方は内野安打になりまして、タイムリーヒット、これは江藤は美味しい一打点。非常に美味しい一打点になりました。いや、私はついね、今サードのエラーって記録しちゃったんですよ、それほどヒットだったんですね。そうですね、記録はヒットと出ました。2対1、1点差。藤波さん、この1点の重みってのはどうでしょう。これはもう広島にとってはね、はい、まあ、相手のミスではあるんですけども、やっぱりあと1点ってことになるとゲームを諦めない、逆に追いつけっていう気持ちになりますよね。なるほどね、はい、はい、ただそれでもいいカーブを放りました。ワンナッシン、打席には金本。中盤はね、はい、ドラゴンズの方がミスが多いですね。攻撃、そうですね、守りもね、はい、本来はね、記録はエラーですよ、はい、まあ、
ヒットにはなりましたけど、攻撃の方も併殺があったり、はい、チャンスを逃したりということを続いてますからね。ワンナッシングインサイド、金本も去年親指の靭帯を左手伸ばしまして、その損傷をした状態でもまだ練習をしていたと。この金本、前田という2人がほとんどオープン戦に出ないで調整を行ってきました。しかしこの金本に対しましてはポンポンと追い込んでいきました。まあ、広島はね、野手の層がちょっと薄いんですよね、はい、だからこういった主力選手の怪我が長引くようなことがあると、やっぱりそこに一つこう、まあ、抜けるような選手が出てきますね。ずいぶんこれまた攻撃面でもね、これ痛いですよね。そうですね、ただここは欲しい1点、1点入ったところで山田コーチはすかさず呼吸を取りに行きました。スコアが動いた瞬間山田コーチも動きましたね。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、勝ちパターンを持ってるってことも強みなんでしょうけども、あ、キャッチャーボールがこぼれている。一塁ランナーまた二塁に行って得点圏にランナー進みます。これはパスボール。去年実は中村は3つしかパスボールがありません。エラーが1つしかありません。そういう意味ではリーグナンバーワンの成績を誇っていたんですが、その中村のパスボールが記録されました。地上スレスレの球ですが、閉じたミットに入っボールが当たったという感じですね。中村のパスボール、ワンストライクワンボール、ワンアウトでランナーがまたセカンドに行きました。カウント2-3、アウトカウントは2つ、ツーアウトランナーが2塁。私は、ね、はい、野口が意外だなと思うのは、右バッターの時と左の時とスライダーはちょっとコントロールが違うんですよね。あ、右の方が投げやすそうですね。そういうことってあるんでしょうかね。やっぱ目標っていうのがね、はい、一応こうピッチャーにはその変化球を投げる時の目標もあるんですよ、はい、で今の2球を見てますとね、ややその左バッターに対するスライダーの腕のひねりですか、が一定してないなという気がするんですよね。フルカウントになりました。金本に対します。打った、引っ張りました。ライト大きな当たり、ライトが下がる、下がる、下がりながら井上が使いました。スリーアウト。しかしこの回カープが待望の1点を取りました。江藤のタイムリー内野安打、ラッキーな当たりになりましたが、2対1、1点差です。